どうも、ジョイゼガです。どうも、花尾です。はい、ということで、今回ですけども、はい、僕らもう出会って結構10年弱経つじゃないですか。8年ぐらい経つと思うんで。早いことに。ということで、まあ、10年ぐらい一緒にいたと思うんで、過去のことについて、お互い共通してることが結構多いと思うんですよね。共通してること、ここ7、8年のことに関しては。まあ、部活と学部活が、そういう共通してることが多いということで、今回企画持ってきたんですよ。おけど、今回持ってきた企画がですね、はい、大学時代の質問に対して答えが一致するまで帰れません。イエーイ。ということでですね、今回そこに大学時代ちょろっと僕らと関わりがあったマコがいる。ちょろっとね。どっちかで結構高校時代で言ったら、どっちかで電眼ストライヤーにも早く出会ったんですけど、いや、そう今回マコが質問をいっぱい考えてきてくれてるんで、はいはい、その質問に対してもうポンポン答えていきます。生い立ちが似てるから。あ、そう2人似てるんじゃねっていう。あ、そうまあ共通してること多いと思うんで、まあしかもコンビやったらそこの答え一致させれるんじゃないかという、そういう企画でございます。牛滝さえとかは一緒になる。線形ダイスの先生ね。線形ダイスの先生ということでやっていきたいと思います。はい、ということでメイキッドパスボーイズ、うたちゃん。じゃあもうやっていきましょうか。はい第1問、はい、だるん、2人の最初の会話は。俺ら最初の会話。いやでも最初は多分な、部活やと思うねんな。まあ当てればいいってことやもんな。でもそう、でも俺らクラスも部活も一緒やったけど、多分クラスじゃないと思うねんな俺最初初手。いや俺多分これやと思うわ。ちょっと自信あるで、俺でもな、これ俺覚えてるよマジで。ちょっと待ってこれマジでもう当てにいけると思うわ俺これ。いやでも俺、お前何書いてるか分からんな俺。いや俺はやっぱり俺とお前が結構なんか出会い出したのって、うん、体育館かなって思って、なんか体育館でなんかこうわちゃわちゃして。いやー体育館ね、体育館でなんかこう履修かなんか。あーでも言って一緒かもしれん。マジで履修関係、履修系みたいな。じゃあ行きますか。じゃあ行きますよ、はい、せーのーで、はい。なに、え、お前イズンイズンなかった。いや選択何取ったじゃないよ。選択何取ったいや、だから当時パズドラめっちゃ流行ってて。流行ってたけども、いや多分初めてこう言ってから入ってくんねんて。やっぱこう隣でガチャ回してあん時隣でてあ、なんか出てる。お前何、あ、イズンイズンなかってるやん。え、でもさ、惜しかった。いや、惜しかった。いや、俺、なんか履修って聞いて、俺、当たってるかと思った、ほんまに。いや、普通にでも俺、初めて書こうと思ったのは、え、お前、ウィンドウ入ったん。いや、それでも、ちょっと、それもあったんやけど、そう。花尾さんはヨット部やったんですよね、高校の時に。高校の時ヨット部やったから、大学も似たセーリング競技でウィンドサーフィン入ったんやけど、俺って、ほんまにクラスの中でも、どっちかっていうとなんかさ、多分ウィンドウやらなさそうやって、花尾的に。なんか、うん。太ってたし、確かに、太っててメガネが。とても運動するような、確かに。あれじゃなかったもん。何入ったんって言われて、え、俺ウィンドサーフィンすることにしたわっつったら、えっ、お前ウィンドやんのって言って、お前太ってんのにバラみたいな、そのカッコがついてた俺が。カッコついてた。ついてた。あれはついてた。あれマジバカにしてた、ほんま。じゃあ次、はい、2人が大学時代一番ハマったゲームは。はい、あーでも大学時代、でも俺3通りぐらいなんよねそれ。まあ普通に考えてこれ。いやはい、せーの、2040。いや、バイオ。いや、あったこのゲームあった。あれね、なんか一瞬で、なんか2048最年瞬間風速だった。それはでも強かった。あったでもバイオ4は大学時代っていうんだから、工場的にパズドラか。パズドラって書けばよかったな。そうパズドラが多分一番近いな実際。そう、はい、次、はい、2人が最初に遊んだ場所は。遊んだ場所、え、これ2人じゃなくてダメ、みんなとかでもいい。みんなとかでもいい。みんなとかでもいい、いいでしょ、これ。だからでもウィンドウの遠征だけはやめとこう。だから七夕カップって答えだけやめとこう。ちなみに俺七夕カップのさ、裏話言ったっけ。七夕カップ当時7月8日にあったんよ。俺も今でも忘れへん、俺、はい、7月8日にあったんよね。はい、7月8日俺東京ビッグサイドで篠田麻里子の握手会やったの。七夕カップのせいで蹴ることかわいそう。今も残ってる真夏のサウンズグッドの劇場版の握手券がある、今も家に残ってる。じゃあ行きますか。はい、俺多分な、これ一致してるんじゃないかなと。俺多分最初これやと思うねんな。いっせーので、はい、西宮ガーデンズ。せやん、せやん。ボーリングやん。あー、絶対ボーリングやって。
あったわ。で、俺ここに写真出せるもん今。確かに確かに。家にいたら多分写真あるんだ。確かに。鼻飾りみたいな。え？鼻飾り。あ、鼻飾りみたいなね、あの。あと現象。このでもあれやろな。いや、あれ三宮やったんじゃん。三宮か。か六甲ボールやと思う。でもまあ宮は合ってるんでね、そうやったらまあ。あ、確かに宮は合ってる。うわ、うわ。懐かしい。とっておき問題来たよ。とっておき問題来た。とっておき問題来たよ。こういうポロシャツがあって、これね、僕らのチームポロシャツ、覚えてますか？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 このチームポロシャツ。はいはいはい。ちなみにこれ、デザインしたの僕です。これ作ったの僕です。てか、毎回、てかデザインは僕がもうやってたんですけど。この、ハンダイウィンドサーフィンチームポロシャツ、裏に書いてある数式を書け。でしょうね。でしょうね。いや、これとっておきの問題よ。とっておきすぎるわ、これマジで。でも皆さんもちょっと予想してほしいんやけど、予想っていうか多分無理なんやけど、あ、当てるのは無理なんやけど、どういうことが書いてあるか、どういうことが書いてあるか、あの、意図は分かんねえな。その数式を光を動かしてやってた、やってた、あ、やってた、やってた、覚えてる、なんか光の奇跡の感じ、あ、やってた、やってた、シャッター時間長くして、ゆっくりね、あげてましたね、みんなやってましたよ、やってた、やってた、やってた、いきます。結構な、俺結構合ってると思うよな。せーの、どう、どう説明し、どう、あー、これ絶対あったでしょ、これお前やってんな、お前それ、これ絶対あったから、どんな大学を取ってきてもその大学に勝つためのなんか練習時間みたいなのが存在する。そう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 、どの大学、え、ある大学 A、大学 B に対して時間 T があるみたいな、はいはいはい、そいつらに勝つための練習時間があると、はいはいはい、0から5までのフォース、はい、87の N を足し算するとどんな大学にも勝てるっていう、そういうのじゃん。だからこれ、ね、この数式通りに動いたら絶対全国トップ取れる。まあ、ようやくすると頑張ったら勝てますよっていうのをただただ難しく言ってるっていう。頑張ったら勝てるってさ、お前ら努力しろよっていうのをわざわざこんだけ難しい言葉を使って書いてるっていうね。はい、次、はい、次、大学時代部活で一番きつかったことは、きつかったこと、きつかったこと、いや、これはもう合ってると思う。いや、俺これは多分こうやと思う。これはもう合わすよ、俺は。俺でもこれはでも、はい、じゃあ一致してるか、はい、いきますよ、せーの、はい、どう、はい、僕の答え、救助を求める電眼の元に駆け寄るも、なぜか電眼の救助ロープだけを奪い去り、そのまま逃亡。あ、じゃあ一緒や。じゃあ一緒や、俺1年の時の夏合宿で電眼さんがちょっと風が当時まだこう俺ら上手くないから1年生って乗れないわけですよね。で、風ですぐ流されて、で、なんか対岸のこのさ、V がこう上にあるわけですよね。逆の騎士の、そう、逆の騎士の遊泳ロープまで行ってもそう、行ってもって流された時用にロープをね、持ってるんですけども、それを電眼さんがね、おいお前ロープ貸せやと言って、ロープをこうもらいますと。で、いざ助けようと思ってね、自分の船と電眼さんの船をくくりつけて引っ張ろうと思ったんですけど、あ、無理、だから、あ、無理、だから自分は無理けど俺を助ける技量はなかったってことですよ。そう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 、そのロープだけ持ち帰って帰るっすね。なぜか俺はあ、無理って判断してそれ奪って持って帰っていくっていう。奪って帰るし、でもその後俺先輩になんでお前ロープ持ってないのって怒られるし、ほんまこの人。で、その日の晩に鼻緒にバチが当たったか知らんけど、なんか彼女と別れたやん、あの、そうそうそう、あの日、あの日合宿中に。で、その時にずーっと歌ってた曲が From Y to Y って、 From Y to Y、 リンガーさんが唯一知ってるボカロ曲、ボカロ曲、ボカロ曲。はい。